若さは、向こう水は、2013年に公開された、インドのロマンティックドラマ映画。監督は、アイアン・ムカルジーが務め、プロデューサーとして、カラン・ジョー・ハルが参加している。主演は、ランビール・カプールとディー・ピカ・パード・コーンが務め、カルキ・ケクランとアディティア・ロイ・カプールが共演している。公開は2013年3月を予定していたが、 最終的に5月31日に変更になった。映画は第59回フィルムフェア賞では9部門にノミネートされ、また工業的な成功も収め、最も工業的な成功を収めた映画の一つになり、海外市場で市場10番目に工業的な成功を収めたボリウッド映画となった。アディティア、ロイカプールカルキ・ケクラン制作はヒールや主張ハルト、 カラン・ジョー・ハルのダルマプロダクションが担当している。アプール・バメータという TV モーション・ピクチャーズが共同制作として参加し、脚本はアイアン・ムカルジーが書いたものをベースに、フセイン・ダラールが執筆している。タイトルは1972年公開のジャワニ・ジワニでアール・ディ・バーマンが手掛けたヒットソングから取られている。2011年12月にプリー・イータムが音楽担当として起用され、 ダルマプロダクション制作作品に初参加することになった。主演のランビール・カプールは主要キャストの中で最初に起用され、ムカルジー作品にはウェイクアップ指導以来2度目の出演となる。彼は役作りのために耳に穴を開け、ピアスをつけた。ヒロイン役にはカトリーナ・カイフやアヌシカ・シャルマなど複数の候補が挙げられた。2011年9月にディー・ピカ・パード・コーンが 起用された。彼女は、カプールとムカルジーを信頼していたため、脚本の内容を確認せずに出演を承諾している。他の主要キャストとして、アディティア・ロイ・カプールとカルキ・ケクランが起用され、さらにイブリン・シャルマの出演も決まった。撮影は、ヒディムバデ・ビジーンを含むグラバ、バンジャール、ハムタ、ナッガールで行われた。いくつかのシーンは、海抜14000フィートで、 マイナス10度の中で撮影された。2012年5月には、ウダイプルで撮影が行われ、ここでは、カプールとパードコーンの歌のシーンも撮影された。ラージャスターン州では一転して、高熱化での難しい撮影を迫られた。8月からは、パリのムフタール通りで撮影が行われた。その他のシーンは、ムンバイのフィルミスタンスタジオで撮影された。 2013年1月26日にはミュージカルシーンを撮影するためにカシミールを訪れている。ノキアが映画の公開に際し、ダルマプロダクションとの連携を発表した。2013年3月19日にムンバイで予告編発表会見が行われ、ジョーハル、ムカルジー、カプール、パードコーンが出席した。5月30日にプレミア上映が行われ、 翌31日に世界3100スクリーンで公開された。イスラエルへの配給はエロスインターナショナルが担当し、ヘブライ語のサブタイトルが付けられて公開された。若さは、向こう水の認証証明書シネマコンプレックスの座席占有率は100%、単一スクリーンの座席占有率は60から70%で公開され。 カプール主演映画の中で最大のオープニングを飾った。公開初日は休日ではなかったものの、工業収入1億9800万ルピーを記録した。公開週末の工業収入は、デバングにの記録を破り6億3000万ルピーを記録した。翌週の月曜日には1億2750万ルピーの収益を上げた。火曜日に1億1750万ルピー。 水曜日には1億500万ルピーの収益を上げ、6日間の合計工業収入は9億8000万ルピーを記録した。公開第1週の工業収入は10億6000万ルピーを記録して、工業収入ランキング第1位となり、タイガー伝説のスパイの記録を塗り替えた。公開7日目の工業収入は、世界市場と合わせて17億5000万ルピーとなった。 公開第2週の工業収入は2億8250万ルピーを記録し、公開10日目の国内合計工業収入は13億4000万ルピーを記録した。公開第2週末の合計工業収入は15億2000万ルピーを記録した。公開第3週には1億3500万ルピーの収益を上げ、公開17日目の合計工業収入は16億5000万。 ルピーを記録した。公開第3週末の合計工業収入は17億3000万ルピーを記録した。公開第4週末の合計工業収入は17億7000万ルピーを記録した。公開第5週には合計工業収入は19億ルピーを記録した。海外市場では公開週末に400万ドルの収益を上げた。アメリカでは161スクリーンで公開され、 156万ドルの収益を上げた。海外市場の公開10日目の工業収入は750万ドルを記録した。公開17日目には工業収入875万ドルを記録した。公開24日目には950万ドルの収益を上げ、最終的な工業収入は1050万ドルを記録した。アイアン・ムカルジー・ボリウッド・ハンガマのタラン・アダルシは四。 5の星を与え、映画は、ロマンスと人間関係を活性化させる。素晴らしい映画体験は、若い世代だけではなく、すべての年代の人々が経験するべきです、と、批評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは3.5、語の評価を与え、映画は、停滞的でふわふわしている。若い恋人、友人が数年後に再会するために、様々な遠回りをしていると批評している。 rediff.com のスカニア・ベルマは3.5、5の星を与え、若さは、向こう水には十分な価値がある。と称賛している。in.com のアイシャ・コエロは、カプールの熱狂的な演技を称賛し、3.5、5の星を与えている。CNN イベンのラジーブ・マサンドは3、5の星を与え、あなたが心を明るくしたいなら、この映画を見ることは、 正しい判断ですと批評している。G ニュースのアナンヤバッタチャールヤは3、5の星を与え、若さは、向こう水は重く説得力のある仕事ではなく、楽しむことを気とされており、それは、良い仕事をしています。映画のペースが落ちる一部分を除き、アイアン・ムカルジーの手際は、気持ちよく楽しいものになっていますと批評している。デイリーニュースアナライシスのトゥシャール・ジョーシーは、若さは、 向こう水はそのディレクションなど、いくつかの目覚ましいパフォーマンスに注目しなければならない、良い映画ですと批評している。インディアンエクスプレスのスブラグプタは、否定的な批評をしている。ヒンドースタンタイムズのアヌパマチョープラーは2.5、5の星を与え、若さは、向こう水には、目の保養になるものが含まれていますが、映画には、肉が多めで、ドレッシングが少なめであることが望ましいと思います。 私は、ここに、トラック1台分の才能があるので、なおさら失望していますと批評している。rediff.com のラジャセンは2.5、5の星を与えて、映画の美しさを評価したものの、物語を酷評している。ジャンムーカシミール州主席大臣、オマルアブドゥッターは、映画がカシミール北部のグルマルクでの撮影に対して、不快感を表明した。 彼は、寺院とリゾートのシーンはすべてグルマルグで撮影されたと主張した。映画の多くのシーンは、カシミール渓谷やグルマルグ、パハルガムの有名なスキーリゾート地で撮影されている。その後、ダルマプロダクションは、映画のオープニングで、主席大臣、アブドゥッダー、観光大臣、GA ミル、警察長官、SM サハールについて言及することを確認した。 カシミールのスタッフの名前はエンドクレジットに記載されることになった。2013年6月11日、デリー高等裁判所は、若さは、無効水で不快な表現が使用されていることを理由に、テレビ放送を制限する判決を下している。ありがとうございます。